今回はご覧の内容をお送りします。地球温暖化の原因となる二酸化炭素は私たちの生活や経済活動の中で多く発生しています。温暖化は大雨の増加や海面上昇など暮らしに大きな影響を及ぼします。温暖化を食い止めるため二酸化炭素の排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラルの取り組みが始まっています。皆さんこんにちは。私は今七沢にある厚木市森林組合に来ています。カーボンニュートラルの実現には二酸化炭素を吸収する森林が大切な役割を担っているそうです。市内外の森林を管理している組合の方に話を聞いてみたいと思います。早速行ってきます。こちらは森林組合の細野さんです。細野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。細野さん、大きな木がとてもたくさんありますが、これらの木は何に使うんでしょうか？はい、こちらは製材をして、あの木工用とか建築用の板とか角材を取っていきます。森林の手入れもされていると聞いたんですが、どんな作業をされているんでしょうか？はい、山の中で間伐や枝打ち、植栽とか下刈りなどを行っています。こうした作業をしないと木の成長が阻害され、いい木が育たなくなります。あ、そうなんですね。私は山の木がどのように育つかということをあまり知りませんでした。こうやってちゃんと人の手が必要だということなんですね。はい、そうですね。間伐体験とかもありますので、機会があれば皆さんぜひ参加してみてください。末次さん、今日は間伐材で積み木を作る作業もしていますので、そちらをご案内したいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。木の香りが気持ちいいですね。そうですね。こちら木工の加工を担当しています坂です。坂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂さんは今どんな作業をされているんですか？今積み木を作っておりまして、はい、でこの並んでいるものがその各形のものを今加工中なんですけれども、はい、で今実際やっているのはこの角を取る面取りっていう作業をやってますね。作業をされていらっしゃる姿を拝見してもよろしいでしょうか？はい、今じゃあこちら機械回してみますので。はい、お願いします。実際に出来上がったものはどういった形になるんでしょうか？はい、こちらが完成品になります。加工品を作る上で心がけていることはありますか？まあ、これヒノキと杉を多く使うことが多いので、今山に植わっている杉ヒノキの利用促進にすごくつながっているということですね。山の方で放置されているような材料の使い道にもなっているということですね。はい、どうでしょう、いい話聞けたでしょうか？はい、ありがとうございます。厚木市森林組合ではこの他に家具とか薪なども作って販売しています。木製品を買うことによって森林保全にもつながりますので、ぜひ手に取って見てみてください。わかりました。細野さん、坂さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて環境政策課の方に市の
カーボンニュートラルに向けた取り組みについて聞いてみたいと思います。小畑さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。厚木市では昨年2月にゼロカーボンシティを表明し、2050年までに CO2 排出量の実質ゼロを目指しています。具体的にはどんなことに取り組んでいるんですか？はい、家庭での取り組みを進めていただけるよう、今年度からスマートハウス導入奨励金を充実させました。太陽光パネルの補助金の上限額を3万円から6万円に引き上げたほか、既存の住宅に設置した場合に10万円の加算金など、太陽光だけで最大23万円の補助金があります。こうした助成があると太陽光パネルを検討してみようかなと思いますね。でもアパートやマンションに住んでいる方はどうしたらいいんでしょうか？はい、太陽光パネルがつけられない方でも再生可能エネルギーの電力を購入することができます。電力会社ごとに再エネメニューの電力があるので、ご家庭に合ったものを選んでいただきたいなと思います。このような再エネメニューの電力や太陽光パネルを設置しているご家庭で電気自動車を購入した場合、20万円の補助金も今年度から受けられます。そうなんですね。でも大きな買い物をすることだけがカーボンニュートラルじゃないんですよ。例えば節電やゴミの分別、地産地消のものを買うなど、すでにやっていることを改めて見直してみることも大切です。それならすぐに始められることもありそうですね。詳しい内容は広報厚木6月1日号やホームページに掲載していますので、ぜひご覧になってください。また5月24日に厚木ガス、東京ガス、厚木市の3社でサステナブルシティの実現に向けた包括連携協定を結びました。市、企業、市民の皆さんで取り組みを広げていければいいなと思っています。私も何ができるか、自分の生活を見直すことから始めようと思います。末次さん、自宅で何か取り組みを始めたら、ぜひこのハッシュタグをつけて投稿してみてください。これは何ですか？カーボンニュートラルに関連するものやことをこのハッシュタグをつけて Twitter や Instagram に投稿していただくことで、厚木のみんなでカーボンニュートラルを盛り上げていければいいなと思っています。そうなんですね、わかりました。私も投稿できそうな取り組みや厚木市の素敵な写真などが撮れたら、ハッシュタグを使ってみたいと思います。小畑さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、6月は環境月間です。みんなでできることから取り組んでいきましょう。健身や運動で貯めたポイントで得点が当たるあゆころちゃん元気ポイントが6月1日からスタートしました。そこで今回は健康長寿推進課の川和さんに詳しくお話を伺ってみたいと思います。川和さん、あゆころちゃん元気ポイントとはどのようなものなんでしょうか？あゆころちゃん元気ポイントは健康づくりの取り組みで30ポイントを貯めて応募すると抽選で得点が当たる事業です。全年齢の方が応募ができ、楽しみながら健康づくりをすることができます。では実際どうやってポイントは貯められるんでしょうか？はい、ポイントの貯め方は4種類です。1つ目は検診や予防接種です。がん検診やコロナワクチンなど、すべての検診・予防接種が対象で1回で30ポイントが貯まります。2つ目はウォーキングです。15万歩歩くと30ポイントが貯まります。3つ目は指定の市のイベントへの参加です。厚木市民体育祭などのイベントに参加をすると30ポイント貯まります。4つ目は個人目標への取り組みや教室・講座などへの参加です。健康増進や食育推進に関わる個人目標の達成や教室・講座などに参加すると1ポイントが貯まります。自分に合った方法でポイントが貯められそうですね。特典はどのようなものがあるんでしょうか？はい、食事付き温泉入浴ペア券や時刻表示だけでなく心拍数や運動などの測定ができるスマートバンド、都市内で使える商品券やクオカードなどが当たります。また協賛企業の皆様からいただいた協賛品が当たるなどの特典もあります。それでは実際に貯めたポイントはどのように応募したらいいですか？はい、ポイントが貯まったら市役所や公民館などにあるポイントカードにポイントを記入し、応募箱へ投函するか健康長寿推進課宛に郵送してください。
また昨年度から電子応募も可能になり、簡単に応募ができるようになりました。締め切りは9月30日と2月19日の年2回です。それでは川川さん、最後に番組をご覧の皆様にメッセージをお願いします。あゆころちゃん元気ポイントをきっかけに、現在健康づくりに取り組む機会がない方にも気軽に健康づくりに取り組んでいただければと思います。簡単に応募ができますので、ぜひふるってご応募お願いします。はい、川川さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもあゆころちゃん元気ポイントに参加して、楽しく健康づくりに取り組みましょう。厚木市内でお店を持ちたい、起業したい、そんな思いを持っている方に朗報です。8月から市内で起業を目指す皆さんをサポートする厚木起業スクールが開校します。そこで産業振興課の片山さんに詳しいお話を伺いたいと思います。厚木起業スクールとはどんな事業なんですか？はい、厚木市内で起業を目指す方を支援するため、平成20年から継続している事業です。スクールではどんなことが学べますか？はい、起業スクールでは起業を成功させるポイントですとか、マーケティング戦略、ビジネスプランの作成など、起業に必要な基礎的な知識から実践的な内容まで幅広く学ぶことができます。受講するメリットはどんな点がありますか？起業スクールの魅力は、起業に関することや経営を学べたりするほか、受講終了後も創業に向けたサポートを受けることができたり、また同じ志を持つ人と出会ったりするということが魅力です。またスクールの終了が認められた方は、創業に伴う税や融資の優遇措置も受けることができます。それでは受講生については外で説明させていただきたいと思います。片山さん、はい、すでに受講して開業されている方もいらっしゃるんですよね？はい、もちろんいます。今までに102人の方が夢を実現してきました。今日は結婚紹介業として開業された宮台さんにお越しいただいてますので、ぜひお話聞いてみてください。宮台さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。宮台です。宮台さんはどのような思いで厚木起業スクールに受講されようと思ったんですか？はい、まあ、50過ぎたらこの仕事やろうって思ってたんですよ。でだけど独り立ちするにしても何から手をつけていいか分かんないっていうのがあって、商業的なもの何も勉強してないので、もうとにかく探して、それで厚木起業スクールっていうのを見つけてですね、で、まあ、ひとまずできるところから勉強していこうっていう思いで、はい、伺わせていただきました。実際受講されて役に立っていることっていうのは何ですか？もうね、これね、挙げるとものすごくいっぱいありますよ。まずやっぱり仲間ができたっていうのがあって、あとさっき言ったその何から始めるか分からなかったっていうことが、本当に整理して基本のところから教えてくれたので、まあ分からないなりにですけれども、整理して考えることができたし、あとまあ仲間で励まし合ったり助け合ったり、お仕事を一緒にやってみようとか、同期のみんな本当活躍してるんで、見てるとやっぱりね、刺激にもなるし、アイデアももらえるんですよ。本当に助かってます。はい、本当にどうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。それではここで厚木起業スクール受講者募集のお知らせです。日程は8月27日、9月3日、10日、24日、10月1日、8日の全6回で、Zoom によるオンライン開催です。詳細はご覧の通りです。詳しくは市ホームページをご覧ください。厚木で起業を考えている皆さん、厚木起業スクールを受講して、夢への一歩を踏み出しませんか？